特徴としてはこちらに今いろんな型があるんですけれども、はい、本当にこのインソールの部分、そうですね、ちょっとこうアピールポイント教えていただけますか、はい、ご紹介ください、はい、一般的なインソールってね、はい、こう平らなものが多いんですよね。僕普通の靴ってですね、そうですよね、皆さんの足の裏ってこういうふうに、いろんな立体、球体になってるんですけれども、そうですね、靴の中で何が起きてんのってこう実際見てみたら、はい、こう隙間が空いてるっていうのが、ある、はいはい、見てもらえると思うんですよ、はい、指の付け根とかかとしか使えてないんですね。そうですね。で皆さん靴ってこういうもんやって思い込んでるから、うん、当たり前やって思い込んでるんですけど、はい、実際ね皆さん足の裏こんなに広いのに指の付け根とかかとしか使ってないんですよ。こことここだけに負担がかかるってことですね、はい、こんな広いのになんでこの2箇所しか使えへんのっていうのが僕の疑問の始まりで、うん、皆さん女性の方だいたいさっき言ったこうつま先とんがった靴が、はい、ヒールままの靴履くと指の付け根とかかとが返ってきたら家痛くなったりとかね、はい、ここに角質とかいろんな痛みが走りやすいんですけれども、うん、僕がそこで開発したのがこういうルーペインソールっていう不思議な形状のインソールを開発しました、うん、はい、見た目ね置いてたら何のこっちゃ分かれへんような状態なんですけれども、はい、これを靴に乗せて履いてもらったらさっきの芝生のような感覚とか味わってもらえるんちゃうかなっていう。触ってもいいですか、はい、ちょっとプニプニしてて柔らかい、柔らかくて、これはゴムですか。これはねポリウレタンという素材使ってます、要はたい焼きを焼くときみたいな、はい、機械使うんですけれども、あ、はい、樹脂を入れて発泡させてポワッとこう少しの樹脂を膨らまして発泡させていくみたいな感じ作ってる。弾力性もありますし衝撃吸収性がすごく高い。なんか足の裏の感じが分かります。これこれを中敷きに使うとまあこういう状態になるんですけれども、はい、先ほど の平らなインソールと違って乗せると土踏まずの隙間がきちんと埋まって、本当だ、綺麗にかかともこうホールドしてくれるようになると。で足全体にクッションとしてね、そうなんです、カバーできる。もう土踏まずも止めてくれて、はい、かかともしっかり押さえてくれて、この中足骨この、まあ、足裏マッサージとかって押されて気持ちいい場所ですよね。すごい気持ちいいですね、はい、ここもしっかり支えてくれる。そこが常に靴で履いていて靴を履いていて歩きながら刺激されているってことですね。やっぱ足裏全体使ってるって感触を履いた瞬間からまずね味わってもらえるのと、足の裏ってこうねアーチ、三角形のアーチがあるんですよ、はい、でこのアーチがこういうふうにこうサスペンションみたいな動きすることで衝撃吸収できるんですけれども、皆さんの平らなインソールやとそういうのをうまく使えてないんですよ。で足の裏の機能って十分に使えてないのがすごくもったいなくて、このインソールであれば本来人間が持ってる、皆さんが持ってる足の裏の本来の力っていうのを最大限に活用できるんで。へー、足の裏の機能なんて考えたことなかったです。結構すごいんですね。いや、やっぱね僕らの体重、全体重をねこんな狭い面積で支えてるんですから。本当靴って本当に大事ですよね。僕ねこのソールなんですけれども、はい、かかとがね、これすごい可愛いです。女の子のほら、そう綺麗なラインとってるんですけど、すごい可愛い、かかとがね、はい、最初からすり減った状態になってるんですよ。あ、ここそうですね、かかとがね普通直角なんですよ大体の靴だから、でだんだんすり減っていく感じですよね。すり減った時が一番いい状態なのに、かかとすり減ったらリペアするでしょう、はい、ね、すいます、します、全然異常しゃあないんですけど、かかとが僕最初からすり減ってこう優しい着地できるんですよ。歩くってどういうことかって、はい、まずねスタートは着地なんですよ、うん、蹴り出しでも着地なんですよね。着地でちゃんとこうためができないと蹴り出しまでうまくいこうできないんですよ。進む方かと思ったら着地なんですか。まず絶対始まる着地なんで、着地でかかとでグッて溜めて蹴り出しまで行くのに、直角のヒールだと着地ができないんですよ。着地がグラグラってなるんで、こうペタッて足裏全体でつくような歩き方になるんですよ。でそうすると膝曲がっちゃってブサイクな歩き方なんですよ。よくパンプス履きに慣れてない子がガニ股でちょっとお尻出てる感じになっちゃってね、それをねなんとかしようと、キャットウォークとかいろんな技術はあるんですよ。ただ普通の人でもかかとで着地蹴り出すると背筋が伸びてしまって目線遠く行くんですよ。リゲッター履いてると嫌でも背筋伸びてしまうんですよね。はい、かかとの着地を一つ意識するだけで歩き方ってどんどん変わるんですよ。かかとから着地させられへんように今靴に仕向けられてるのを着地で溜めれるっていう風な状況を作ることで、嫌でもこうスッと背筋が伸びてくる。履きやすくて歩きやすくて可愛いリゲッタ、ぜひ皆さんお試しください。